ここでショットに持ち込んでリバウンド、また抑えた。一旦下に下げて打ち直してバスケットカウント。ここはミューオの選手粘り強かったですね。そこを後ろに目があるかのようにフェイクで飛ばして、この後ですね、そうですね、そうですね、よくかわしましたね。そうですね、バスケットカウントになりました。結構確率が良くなることが大いにあるので、そこ非常に富樫選手もうまく活かしましたね。ピフォードについている。ただ今度はやり返しました。ペリピフォード超えました。ワールドローできたんじゃないかというアピールしていましたから、簡単には止められないという、そういった気持ちの強さ感じましたね。はい、セカンドチャンスになっています。ショットクロックは10秒切っています。ステフェン選手が下がって吸い込まれていく。ステフェン選手はいい対応だったと思うんですが、はい、それでも足から何か取り戻したようなところはやはりありますかね。非常にショットのアーチ自体の安定感というのも感じられますし、そうですね、そこはあるかもしれないですね。そのあたりがバイウィークで両者我慢の時間帯となっているオフェンスをどちらがまず破っていくか、ペリン・ビフォードが破るのか。中に侵入していきました。これはもう本当にとんでもないワンオンワン。完全にディフェンスを剥がしてみせました。セベン選手のアンドフェアです。ベンテリアにアタック、パスをつなげたペリン・ビフォード、バスケットカウント。ビフォード選手強かったですね。相手のブレイクにつながるシーンを千葉としては作らせてしまった、はい、まあ、そしてその中でやはりディフェンスの対応が後手後手になって動きながらの接触になってしまいましたね。はい、千葉です。ルーキーのワイリーです。それを安藤聖也につないぐんですが、リバウンドもぎ取った、まさにもぎ取ったペリン・ビフォードです。ワイリーです。ワイリーのスリーポイントはどうか。これをしたらリバウンド大橋だ。得点にはなりませんでしたが、ただ違うチャンス出場していましたね。今シーズンこの後の登場にも注目です。第2クォーターが始まりました。一気にアタック、ペリン・ビフォード、バスケットカウントになりました。強さは4枚いってるんですが、そうですね、ものともしませんでしたね。はい、今度は落ちますが、リバウンド島根が取ります。ここは 50-50 のボール取りましたね、はい、島根。そして一気にペリペリボールが早いですね。ただレイパッツ選手が少し足を痛めてますね。名古屋にディフェンスリバウンドを取らせていない島根のオフェンスリバウンド。ペリペリボールのペイントでダンクで、これは素晴らしいムーブ出ましたね。一度、はい、下がって、これは自ら行くか、自分でスリーポイント、やはり抜いてくる。決めてきましたね。止まらない両者のスリーポイント。しかしなんとかキープして繋くるか。今度はリバウンド落ちているものの、もう一度名古屋か、いや島根ですかわした。そしてリボールが自らのスリーで抜き込んでいきました。島根選手いいルーズボールでしたね。これもね、まずはしっかりと島根がボールを奪って行って、まあ時間外に戻して、須田はやはりスリーポイントずれる。少し苦しいシュートにやはりなりました。一気にパスをつないでペリン・ビフォードかわしていった。素晴らしいステップですね、はい、本当に足を痛めているのかという、はい、ビフォードに対しては佐藤、あ、これスイッチしてフランキックになりますが、ビフォードのこのハンドリングが立ちはだかります。素晴らしいステップバックからの、なかなか名古屋がこのリバウンドを制することができない。そしてポイントになる。ビフォード選手のワンワン。エキストラパスで、ここはしっかりスタッフをかわしてきた。ケイルな。アリウッター。素晴らしいですね。ビッグプレーが待たれました。ビフォード選手スタンディングの状態だったんですが、はい、パスアウトちょっとずれる。やってきますよ。やってきましょう。ここ残り5秒。得意の。さあ、ビフォード。ああ、これを決めます。もらい方もうまいということですね。はい、ペリン・ビフォード。ビフォード2ポイント。そうですね、ここはね、やはり日本人選手がついているので、はい、ビフォード旗はこうやってきますよ。アンキルブレイクをしてくるこのペリン・ビフォード、タフショット2、ね、もうこうやって、はい、残り5秒です。ハンザワが中にドライブ入ってきた。うまい巧みなステップからその後はアドダ、そしてビフォードが来る。ペリン・ビフォードダンク、ワンハンドダンクで会場を沸かせます。いや、このシュートもすごい、そうですね、うまかったんですけどね。入ればすごかったんですけど、はい、でその後フォローにも行ったんですけれども、そこからの切り替えがやはり早かった。安藤聖也から最後はワンハンドダンク。踏み切り位置が遠い、はい、身体能力。安藤のパス、ペリン・ビフォード、しつこくつきます。半沢亮太フェイクで飛ばしてからのショット、いきなり決めました。ここですね、はい、ここちょっと、この1対1をどう京都はどこでヘルプに行くか、押し込んでいってから自らのシュート、これを決めます。1対1では止めれないんですよね、はい、第4クォーター、ペリン・ビフォード
フリー作ってからの2ポイント、スティールからペリンビフォード、島根走りたいですね。ペリンビフォードからのパスにニック・ケイ、ね、ブロック、その後ペリンビフォード、これはすごい、よく走ってましたビフォード。某京都カンナリーズも非常にこの片岡愛の京都に響き渡っています。スキップパスでしたけれども読んでました。ここからビフォードスピードに乗って自ら持っていった、ペリンビフォードです。ビフォード、晴山ケリンが左のコーナー、ビフォードが自ら持っていく、すぐさま晴山の守備です。はい、ビフォードだ、ビフォードの2ポイント、冷静に抜きます。ちょっと展開が速くなってきました。小西がビフォードにつきます。ビフォードがスピードに乗ってきた、自ら持っていく、そしてエンドワンです。レベルが高いですね。もうここですよ。いやー、ほんと滞空時間も含めてよりこう守備のギア上げてきてます。そうですね、ビフォード、マーティンついていく、ビフォードだ、スリーポイントシュート、ーここまで決まり始めるともうお手上げかもしれません。ブロックを増やしたい両チームです。打ちますね、ビフォードトップだ、完全にクリーン、スリーポイント2つ目、これはスカルトから電話がかかってきました。まあ、長い時間ただこのビフォードに対峙して、おお、スティールを狙ってたんですが、ビフォード、これにはベンチもベンチ裏も総立ち、エンドワンです。はい、もう来るの分かってるんですけどね、それでも決めてしまいます。走って、ただ戻りが早い、岡田からチャールズ・ジャクソン、新ムーブ、ノーファールです。切り替えて、あ、うまい、さあ飛ばしてくるペリン・ビフォード、昨日の悔しさが当然あるのか、ここのドリブル、ここのドリブル、はい、これですね、まずハンドでかわして、そこから上に抜いて、はい、このアリウペ、まさにあうんの呼吸です。いや、56対36、ただ点差は20点、グッティグッティです。外に追いやる半沢の守備、それをもろともしないペリン・ビフォード、タフショット、ケビン・ジョーンズ、まだ行きます、ゴール下、今日はリバウンド強い、来ますよペリン・ビフォード、スピードある、スピードある、自ら持っていく、そこから切り替えて岡田、はい、ビフォードが行く、ビフォードが行く、ビフォードが行った、一人ダンクコンテストです。ソフトなディフェンスではないんですけど、あの相手の弱みをどん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 ついてきますよね、はい、あの日も頑張らなきゃ、はい、ちょっとボールこぼれた、狙ってたんですがよく回収しました、ウィリアムスミカ、間通してきた、よく見てましたニック・ケイ、すごい、アシストまでできちゃいます。ビフォード、ペリン・ビフォード、スピードに乗ってくる、ワンハンドダンク、青木は本当にこう打つときはバンバン打ってきますからね、はい、スピードに乗ってきました、ペリン・ビフォード、いや本当にすごい、これで31得点。さあ時間がない中でビフォードが、ここはさすがのプレーでした、ワンからビフォード対ドンビー、これを沈めました、素晴らしいターンアラのフェイダーウェイ、ビフォードに戻します、ビフォード対マッツ、3人に囲まれながら、素晴らしいポンプ駅ですね、決めてみせました石川海斗、このタフショット、島根が抑えます、ニック・ケイが走っている、そのニック・ケイからビフォード、この連携、素晴らしいパスブレイク出ましたね、リバウンドニック・ケイが抑えています、安藤誠也押し込みました、ペリン・ビフォード、フックバックしていきましたね、第3クォーターだけで見れば島根が16点、信州15点、ただビフォード、ビフォードスピードアップ、ビフォード自ら行く、バスケットカウントだ、コース2コースト出ましたね、リバウンドを抑えてコース2コーストを自ら一人で完結させてしまいました、一度作り直します、ここはニック・ケインに送る、ビフォードが入ってきた、ビフォードのジャンパー、いいですね、白浜がドンディを守ります、ドンディ仕掛ける、白浜のディフェンス、読んでいましたね、松本も頑張った、ただ抑えたのはニック・ケイン、アリウープ来ました、ケイ選手の素晴らしいアシスト、やはり流れを渡したくないというところで、
ここタイムアウト取ってきましたが、やはりドンリー選手の右ドライブ、白浜選手も徐々に対応していますね。そしてこのアリウープ、いいディフェンスリバウンドですね。ビフォード、スピードアップからこの得点が決まります。松のディフェンス、自ら打ちます。いいですね。止まらなくなってくるかもしれません。ビフォード一瞬の隙を突く、バスケットカウントだ、ね、攻撃の手を緩めない島根。ビフォード、ここはドンリー選手にワンオンワンで、やはりこのオフィシャルタイムアウト明け、しっかりまあ相手ももう一度ディフェンス最後仕掛けてくるかもしれませんから。ビフォード、右のコーナーには津山もいるが、オフェンスリバウンドです。いや、もう一度ですね。そしてバスケットカウントになりました。そしてエンドワンです。いや、本当にあのスピードの中で左右に揺さぶられると、本当にディフェンスとしては、まあ、動きようがないという瞬間。まず最初の得点は島根、ここ狙ってますね、はい、スティールから、ここは豪快にダンクはビフォード、はい、伝説もビフォード選手のスティールから速攻という形で非常に見られました。すごく行きます、隅田も行きました、はい、いいですね、ただここビフォード、そしてビフォードが確実に決めます。そうですね、白浜選手がいいエクション。一方島根はですね、こういったピックを使いながらですね、人もボールもよく動きながら、そしてビフォード、いやー、もう第1クォーターから得点、ビフォード、またここタニングスクリーン、タニングス、スクリーンがしっかりとかかってますよね。そしてビフォードです、はい、いや、いい仕事をしてますね、タニングス選手。姿勢はね、良、はい、かったんですけれども、 B2 ファイナルを放出させるのがブクラッチですけども、さあ、ニック、はい、これは落ちます。そう、リバウンド、ただビフォードだビフォード、そしてビフォードのちょっと確実に決めていきます。ビフォード選手の1対1で、ビフォード3、これがビフォードですね。ビフォード選手にまず預けてガルシアがつく、そうですね、ビフォードだ、ま、2点をしっかり取りに行くという、そうですね、2点、でここでこの3人がいわゆるビッグ3、平均出場時間がもう35分に迫るという3人。ニカ・ウィリアムズのからビフォード、フローター、うまい、ツースリーのゾーンをかけてきた島根、ビフォード、ちょっとダッシュショット、およく入れてきた、いや、ただここのくらいの距離感のところで 55% 決めるんですよね、ビフォード、ただスリーはなかなか簡単には打てない状況、これは自分でいきます。平均で83点を取っている島根が、まだ62点、これはファストブレイクしたいところですが、宇都宮しっかり持っている、日程から放り込んでのビフォード、うん、島根のディフェンス改善されてますよね、はい、フレックスが、あ、逆がいた、放り込んでビフォード、そうですね、今晴山選手のバックスクリーンですよね、はい、ビフォード出てくる、また安藤が斜めに横切って、ただビフォードそのまま行くか、竹内を押しのけて決めました、ビフォードの個人技、ビル選手に渡すと思うんですけれども、はい、ましたね、はい、ビフォードですね、ビフォード、ニカ・ウィリアムズのピックから、お、自分でパスフェイクから行きました、1回立て直して初球の50秒、ビフォードとイカルがアイソレーションか、打ってきた、来た、来た、これはこの2日間で得点、今7リバウンド、オフェンスリバウンド5本取っています。おっと、ビフォード選手の得意プレーだ、今日5380人という入場者数の日韓アリーナ栃木ですよ、入場者して厳しい、ビフォード、ビフォード選手のこれはもうタイムアウトかかるか、いや、我慢するサッサヘッドコーチです、まだいかないですね、ニック・ケイにはハマーがついた、安藤からペリン・ビフォード、ここのビフォード対橋本の対戦です、ビフォード2ポイントシュート、ここはさすがに高さが、ま、橋本は個人ファウル1つ目です、大阪チームファウル2つ、ビフォード2ポイントシュート、いや、いいですね、ここ上から取ってきました、テリン、ビフォード、これはビッグプレーですね、すごいベースラインからのダンク、さて第1クォーターは26対22点の取り合い、まあ、特にビフォード選手はこのダンクで見せましたし、第1クォーターだけで10と、谷口も今シーズンは40分の16で 40% と高い成功率を誇っています、その谷口の守備、ヤンハマー、おっと手を引っ掛けた、ね、ビフォード、ビフォード行く、ビフォード行った、ダンク連続できましたね、
まで来ていますから、ただ大阪としてはやはり自分たちの守備のやり方、まず1対1でとにかく頑張るというところに終始していると思いますから、はい、いや大志子さん、この2人は本当にバチバチやり合ってます。アイソレーション1対1、2ポイントシュート、ワンオンワンなら、はい、中でかなりミスマッチですね、はい、ヘリン・ビフォードベースラインから持っていきました。そうですね、今のもミスマッチを解消しようとスイッチし直したところ、はい、一瞬の隙でしたね。木下も今シーズンは平均 7.8 得点、まあ、要所できっちりと活躍をしています。ヘリン・ビフォード自ら行く、出ましたね、ファールドローからのエンドワン、ピックのスクリーンに対応しようとする、その逆しっかりと使う。ニカ、ビフォード、足元の守備、ビフォードもステップ、あ、決め切ります、気持ちで持っていきました、素晴らしいですね、はい、ハマーのピック、パス、イアンハマー、外振るところ、ニック・ケインに引っかかる、そこからニック・ケイン、ボガレイが戻ってきます、横にはビフォードだ、ここまであるとは思わないんですが、それでも完璧なクォーター、そうですね、そうですね、本当に今シーズンのベストクォーターと言っていいと思います。このクォーターをビフォード腰を落とす、橋本ニカのキックを使ってベリン・ビフォードが中に入ってくる、カバーワードショット、そうですね、今のはやはりロング選手がコンテストできないところに、大阪今みたいな形でロングに人が集まったところにうまく得点を取っていく、ビフォード自ら取る、そしてエンドワンです、クリアして、そうですね、ちょっと短くなったんですが、自ら押し込みに行きましたね。そしてロング選手もコンテストしに行ったところで少し腕にアシストでしたね、はい、首の後ろを通して、そうでしたね、まだまだ成長を遂げる38歳、今度はビフォードお返し、上からしっかり飛びてます。竹内、オールスターに出る2人のマッチアップ、ビフォード緩急を使って持っていった、これで31得点、ステーションで一瞬フリーズさせて、素晴らしい活躍を見せました。ちょっと距離を取るハマー、カマワーズ3、ビフォード選手を返しですね、これも出てしまったらお手上げかもしれません。動き直してからの1対1を選択、ビフォードの2ポイントショット、ここもかなりタフではあったんですが、なんという男だ、やはりハマー選手に対してスピードのミスマッチがありますからね、はい、ヘリン・ビフォード緩急を使って自らねじ込んでいった、なんとこれで40得点です。アンドセイヤ、ヘリン・ビフォード対決する、カロイヤロー、ニカがピックに来る、自ら得点を取ってきました、本当に簡単に得点につながりますね。ニッケイからのバウンドパス、ヘリン・ビフォードバックアタックを狙っていましたね。今シーズン初ホームでの100得点は自らのキャリア界を更新する祝砲ダンクとなりました。見せました、イアンハマーです。ハマーの14得点、ビフォードの2ポイント、キャリアハイをしっかりと更新していきます。これはよく動いてますよ ね、 すね、ビフォードの2ポイントシュート、いや本当に最後まで、はい、こうして出てきた選手がきっちりと得点を取れるのはチームにとっても大きな意味があります。ビフォードのショット、いやこれはもうここはハマーが引く、ビフォードが行く、ハマーも負けない、ビフォードのショット、今日は簡単にいかないんですが、ニック・ケイが取った、ね、ビフォードビフォード、スピードに乗るビフォードが行く、ハマーもつく、止まらなくなってきましたね、だんだんと、ポストアタックやられた後からハマー選手をつけるようにしたんですが、やはりそこに対してはスピードのミスマッチというところで、少しそれが続いていますね。ちょっとトップの位置、スリーポイント、ビフォード選手あっさりと打ち抜きましたね、はい、あと不合だ、ヘリン・ビフォード素晴らしいですね、今のも2つのドリブルチェンジ、はい、どうするか、中にヘリン・ビフォードが、おっとこれは決まらず、ただもう一度ヘリン・ビフォード、ボール戻ってきましたね、はい、ただ今ボールが吸い寄せられていきました、はい、右のコーナー晴山ケビン、左には日系もいますが、構わずヘリン・ビフォードスリー、ヨード選手、今日はスリーポイントのタッチ良さそうです。ちょっと残り5秒、また打ってきたスリーポイント、ここはリバウンドチップして寄せました、素晴らしいチップですね、うまいコミュニケーションからのスリーポイントシュート、いや半端じゃない、なんという巧みな技、そうですね、今のシーンです、ビハインドから、いやこれね、ウォーミングアップではよく練習しているんですが、実際にゲームタイムで炸裂を決めてきましたね、ひっくり返しました、58対56、19対5のランですね、
リフォード2ポイントシュート、返していきました。島根はもう得点をあそこは許してしまうシーンが続きそうですね。あのシチュエーションできるだけ作らせないようにというところですか。お、今度は入ってきた。素晴らしいクロスオーバーでタイムアウト明けのオフェンス、はい、成功させたいところですね。またリフォード、まあ、直近の試合昨日こそ1桁でしたけれども、その前までは6試合続けて2桁得点マークしてました。橋本です。セリンリフォード入ってきた。道が空いたらすぐさま